せーのレイブシちりんちりーんちりんちりーんこんにちはこんにちは <laughs> なんか家 <laughs> <laughs> 突っ込めここは <laughs> クリスマスの雰囲気を出そうかなと思って一応俺なりに考えてきたの <laughs> 事故かなと思って <laughs> <laughs> 一応なんかトナカイってこんな感じだろうな <laughs> みたいなのをちょっと持ってきたんだけど店長疲れてるのかなと <laughs> <laughs> 若干疲れてるよさすがにちょっとね年末は忙しくてね <laughs> はい、えー、この番組は、はいはい サッカーの店長と疑似恋イの先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします最後までお付き合いくださいで今週が恋愛節の放送が23回目の放送ですで23回にしてちゃんとしたリスナーさんからのメッセージが届いてるんでちゃんとしたっつらあ失礼だなちゃんとしたっていうか何だろうなあの久しぶりにメールを。 さん,なんていうかなまあ毎週聞いてくれているであろうリスターさんがはいメールを聞いだないからはいでその部分も <laughs> えっと、はい、一応自分が大体7割8割ぐらい大体たい喋ってるから、はい、メールの時ぐらいは先生に呼んでもらおうかなっていう意味でねはい、はい、じゃあメッセージお願いしますはい,はいえっと,ん、えー、っとシーサーさんからのメールですねはいでそのまま文章のところ読みましょうね、はい ツイキャスでも放送してほしていな。今は YouTube だけなのでこっちで聞いています。テーマについてはドラマや映画をヒントに言い出せばうまくいくのではないでしょうか。 で終わりです。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。もうなんか、店長スもうネタがないよみたいなね、適当ですよとか、いろいろ喋って。るねこういうアドバイスも入れてくれてね。助かります。はい、僕、あの、映画ドラマはちゃんと見ていきます。はい、店長も。で、一応、しんせいさん、あの、まあ、この中に書かれている。 えっと『ツイキャス』放送をしてほしいなは、はい、ちょっとまあ恋愛節の中でちょっといろいろと前々から一応考えていて来年からまあ月に1回はツイキャスで放送できるような形を取っていこうっていうのを今先生と今ちょっと相談していてでこれがまあ決まり次第、うん、えっとそれにこうしていこうかなみたいなのも一応考えてますので。はい はい、ぜひまあ何だろうな追始まったらぜひ参加してもらってうんそうだね、はい、でちょっと期待に応えていかないとなっていうねこういうメッセージが来たらねはい、はい、我々も一応頑張っていきます頑張ります一応、はい、<laughs> ええー、っといいかじゃん、はい、えっとね一つあのオープニングで今日コーナーあれ でよなあじゃあ、えー <laughs> はい、ちょっとフリートークの部分で一つ今日テーマ決めてきたのが「はい、恋の分岐点は?」なんですけど、うんはい、まあ何だろう普通の人と好きな人の違い、はいまあ、どこまでが普通の人とできて、うん、どっから先は、まあ、好きな人としかできないみたいなね。で えと<ー>先週からプチコーナーで手をつなぎたくなるセリフって言ってるじゃないですか。で手をつなぐっていうこの行為は逆に普通の人でもできるのできないのっていうねまあこのなんかね<ー>手をつなぐとか、まあ、あまあそういう一つ一つの行動とかができるか、うん、できないかっていうラインはどこってこと、うん、普通の人と好きな人ではどのラインがんていうかなこの、まあ、手をつなぐから先は、うん 好きな人だよでも手をつなぐまでは普通の人でもできるよ、うん、みたいなねこのラインをちょっと理由がなく手をつなげるのは好きな人じゃない理由があって手をつなげるのは一応友達でもできます、うん、じゃあ逆になんだろうな歩きにくいところで一緒に歩いてて、うん、まあ男女ねそれは普通にあるじゃない手つなぐんじゃないのつなぎます どんなっすか？いやまあ本当に歩きにくいわけでしょう。支えるっていう意味でしょ。あいやなんだろう別になんていう手を繋がなくてもあまあ歩ける歩ける程度崖歩いてるわけじゃないからね。俺今そのイメージだった。そういうイメージだね。あのファイト一発ぐらいのね極端な場所じゃないけどなんだろうちょっとねあの手を掴まないとなんか滑りそうとかですね。ちょっと怖いなぐらいだ。そういったところでパッてじゃ男性に手を差し伸べられて。 でそれを繋げるかなっていう、うん、手をつなぐラインってどうなんだろうってちょっと思って<ー>自分どんなですか、うん、逆に難しいですねあ、うん、でもなんか本当に好きでもないも普通はい、はい、普通というか、うんはい、っていう人だったら手差し伸べられてもあ大丈夫で <laughs> そうすよね <laughs> やっぱそうですねやっぱ手をつなぐっていうのは、うん、やっぱそこら辺ラインが あるん、やっぱあれですよね、うん、なんともない人とは簡単につなぎたくないっすよね。はい、本当に、うん、あの、あのファイト一発くらい危なかった <laughs> <laughs>、ね。本当に。そうですよね。<laughs> <laughs> やっっっぱこのの辺がちょっと微妙なななラインなのかなっていう、うん、で自分も今回持ってきたのは、はい、まあ一応プチコーナーでも手をつなぎたくなるセリフだったんだけど、うん、えちょ手をつなぐまではちょっと微妙なラインで、はいうん、ここが自分の中での好きな人と普通の人のちょうど境界ラインなのかなって思ってて、はい、手をつなげる人はもうある程度好意を持った人、うん、で手をつなげない人はまあ普通の人っていうなんかちょうどこの普通の人と好きな人の、うん あのできる範囲の境界ラインだ。店長の中での境界になってるってこと。そう,そうそうそう。<ー>手をつなぐがある意味、恋の分岐点なのかな<ー>って。思ってで今考えたら、逆にそれ以外で、なんか境界ってパって、一応思い浮かばないね。思い浮かばない。うん、だなんかあるよね。うん、あのー。でも、逆に確信つく好き、うん、まあ、相手が確実に好きだろうなっていうラインって。はい、じゃ、キスしたら。うん 確実に相手は自分のことを思ってくれてるのかな。 だと思うけどね。だって思うけど、だっ思うけど、だろうその場のノリでちょっと寂しいからなんかそういう雰囲気になってねやっちゃったっていうね。まあな、キスキスぐらいだとね。だからそういう話も聞かなくもないしだからラインが微妙さね。そこをちょっと明確にしたいなと思ってちょっと喋り過ぎたかもうやあれだよねやめようね。うんかえ。なんか結構いいところで終わったからねこれちょっとねあのもうちょっと掘り下げていきたいなと。 面白,そうね、面白いだね。また今度はスペシャルとかでも、ね、ちょっと時間あるときにゆっくりみんなで話したいねそこら辺をちょっと掘り下げていきます、うん、はい、はい、じゃあ番組の紹介していくよはいお願いします、はいえー、この番組は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承くださいただし ネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いませんったね <laughs> はい,はいはい。で、えっと、番組の内容としてはリスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております、はい、そしていつかたくさんのメールが届きすぎてどれを読むか迷う番組を夢見ています、はい、なので皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております メールアドレスは7 9 7 f m − g n o a n c o m まで送ってちょまたこの番組では素敵な区切りがはっきりしてるな <laughs> チーで一回止めるんだねまたこのあの文章を読ませない <laughs> その後にしゃべる <laughs>、はいえー、っとまたこの番組では素敵なデートスポットなどの情報もお待ちしております、はい、あなたが告白した場所はどこですかおー

店長いいラジオ番組がありますよどんな番組かな <laughs> 陽気のおじさん二人が恋愛観を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな <laughs> 恋愛 MC は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはメインコーナー「恋の妄想」イェーイ今イーイェイ間違えたタイミング、うん。間違 <laughs> メインコーナーで「イエーイ!」って言うこと入り <laughs> が早すぎて俺文章読もうかなって迷った今す <laughs> いませんこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々二人がお題に対して答えていきますその後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛部節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります そっか。そっか。そっか、では、今日気持ちを、あの、感情を入れてみます。でも、なんか一言だよね。あの、そっちも喋ってるから。俺、常にリスナー側だから。じゃ、あいいや、まあ、そんでいいんだけど。はい、ね、なので、一応、たくさんのラブメールの送信をお待ちしております。はい。 今ね、今日ちょっとこんないってメールいただいたんで、うんはい、ちょっと店長も少しやる気が出てます。うん、そうだね。もうこれのうちにね、ちょっと頑張って、ね、メールも来ないしってまたひにくれないですもんね, <laughs> ね。<laughs> もう俺そろそろメールアドレス呼ばんこうかなと思って。<laughs> <laughs> やさくれてたから最近さ <laughs>、うん。で、ね、<laughs> えっと、はい、まあぜ、ぜ全。 今回まあ、先週と同じように、はい、まあプチコーナー月刊コーナーとして一、うん、つお題を決めて、うん、でそれについての回答を月で集計とって、はいでまあ、いいセリフだったっていうのを一つ選んでこの月はこういう言葉が選ばれましたよみたいなのを、うん、えっとやっていくコーナーなんですけど。ここののココーーーーナナ忘忘れれたたなと、はい 今月の月刊コーナーは手をつなぎたくなるセリフなんですよ。で、俺から言っていい一応俺がもう考えてるんで。いいではい、じゃあ、店長がいきます。あ手がつっちゃった。痛い、痛い、痛い痛、痛,痛い、手つないでああ、乗った、ありがとうっていう感じ。<laughs> <laughs> えちょっと <laughs> でしょ<ー>。こっちパニックしてるからね。んどうしてもそんな感じになるよな。<laughs> 手をつなぎたくなるセリフって難しいんだよね。<ー>はい、じゃああいつき先生、はい。<laughs> じゃあ手をつなぎたくなるセリフっていうかシチュエーションで。あ、シチュエーションの、はい、はいはい。しかも最近キンキンであったことなんですけど。はい、あの先週末ですね。はいはい、給料一ヶ月分入った財布を落としたんですよ。はい、もう今心は本当に手をつないでほしい。 気分です。<laughs> <laughs> <laughs> はい、そっちのあのあれね、はい、気分ね以ああああ。以上です、ね。はい、以上です。え、な、これ多分あれだな、な月トコーナーは多分好きで、これがいいっていうのはないな <laughs> ああ。今の感じでいくとな。俺ちょっと次週、次週はスペシャルだから、考えきれないんか。はい、<laughs> まあ一応なんか、月の最後に、ちょっとまあ、いいネタを、はい。 バックナンバーさんを参考にして、パクってだよね。参考にしてパクっててなんかあれだよあの感じが悪いわ。はいえっとじゃいつも通り恋の妄想コーナーに入りたいと思います。あまあ一応まだ時間全然余裕なんでね。えっと先週のお題が嫉妬。うん。はい。でコーナーでしたね。そうでしたね。であれ一応自分も聞き直してあ一応なんかまあ伝えたい。 ことをまあある程度一通りは言えたのかなみたいなちょっと自己満足してるんですけどまあその満足にあの伝らないように持ち伝らないなんだろうなまあ言葉が違うけどまあね何でもいいやえっとで今週のえっとお題がクリスマスプレゼントですはいで俺からあ俺からじゃ店長から行きましょうね一応考えてきましたで自分が選んだクリスマスプレゼントは時計で 理由は一、い、日数回必ず見るものまあ身につけてては一、いはい、日数回、うん、絶対見ますね,ね、はい、見るよねでえっとこの時計もちょっと妄想なんで、はい、ちょっと自分なりに頭で描いてみました、うん、あの時計のなんだろうなこの文字盤っていうのパネルっていうのの部分に、はいうん、あの二人の苦笑えをこの季節ごとにね春夏秋冬で この季節ごとにこの似顔絵を作って、はい、で季節ごとにこのだろう似顔絵が変わっていくみたいなシーズンでこれがパネルになっていて、はいうん、でボタンが4つあって、はい、1>, で1つ目のボタンが悲しい時に押してくださいみたいな 2>, <ー>で2つ目のボタンが眠れない時に押してくださいみたいな、はい、で3つ目のボタンが落ち込んだ時に押してくださいみたいな、はい、でつ4つ目にえっと清水よりの「 店長が選曲した。あ、違う。なんかこれ文章おかしない。ごめん。ごめん。えっとね。店長が選曲したバックナンバーを流すっていうね。うん、ま、今のこの彼女の気持ちに合わせた曲をこのボタンを押すと、はい、バックナンバーの曲が流れてきます。はい、で、この曲が流れる前に店長がこのバックナンバーの曲の、うん。うん 解説をしてその後に曲が流れるみたいなね四つのボタンがついてるのさ店長が喋る部分も入ってる俺が喋る部分も入ってるそれじゃない曲だけでいいなでこれ四つ全部俺の言葉が入ってるんだよね寂しい時はよしよし声が出るんかあ俺の声が出る俺の声がよリアルにそれだけで笑って元気出るかもしれないですだからね寂しい時はよしよしでで眠れない時は羊が一匹羊が二匹羊が三匹で永遠にあの ボタン止めない限りはね<ー><ー>ずっとなってるんだなってますうるさいな <laughs> うるさいなって言うな <laughs> 好きな人の声だから貴重だろこれ <laughs> ていうかこんな時あったら俺が欲しいなって思うわで落ち込んだ時は <laughs>、はい、落ち込んだ時は何だったかななんか一応考えてたんだけど、うん、これも一応なんかセリフとかコメントを入れるってことよね中ぐらいかな中ぐらいかな どういうこと?。あの、実際の相場じゃないからね。とゃ、じ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 ゃ、あの、十歳いないから、中はできないんだけど、言葉で中ぐらいかな。はい。はい。落ち込んだ時はね。じゃ、あ四つ目は?。いや、それでは、だから、曲ってない。ははで、えっと、それで、えっと、まあ、この時計を、クリスマスプレゼントを渡す場所なんですけど。はい。と、さすがに、こう、なんだろう。時計のボタンを押して。 ね寂しい時って押したら「よしよし」とかなったらちょっと人がいる場所だよなちょっいみたいな誰の声かみたいな職場とかねな感じするし道歩いてる時とかはちょっと押せないで無理だよで店長が選んだ場所は観覧車の頂上一応2人だけの空間で選んでみたんですよ。でカラオケルームとかなんかまあ個室食事できる個室とか。 ないろいろ選んだんだけど、はい、最終的になんかやっぱしっくりこないなみたいなのがあって動作だったらクリスマスなんで、はい、まあ前回同様ちょっとイルミネーションも兼ねてこの観覧車の頂上でこの夜景を見ながらこの時計をプレゼントしてで2人で「こっちのボタン押してみて」つって,って「よしよし」って。はい こっちの押タン押し,押してみてですから、羊が1匹、2匹とかね。見事なバカっぽいだね。<laughs> <laughs> これいいんじゃない,みたいなまあ、2、まあ、人が幸せであればね、<laughs> そ,<う>それでいいからね。<laughs> でも多分、私が使うのは4番目のバックナンバーの曲だけから、みたいな、ね、<laughs> そういう会話をしながらね。たまには1つ目も押してよ、みたいな。<laughs> <laughs> うるせえわ、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 周りから周りからしたらよ。でもこれなんかカップル感出てるでしょ。あまあ本当になんかね、うん、ラブラブなカップルって感じじゃね、うん。あまあマカプロなんだけど正式に言えばね。<laughs> なんかそういうのが自分は理想で<ー>。ロマンチックだねロマンチストだね。テンションね。うん、ああめっちゃな。 で語ってるからね語ってるか分かんないけどはいでえっと店長からは以上です以上い。はい店長のプレゼンはこれで以上ですちょっと茶番も入れたでしょ最後のセリフでねはいじゃあ次先生に全然またロマンチック感ないんだけどなもう妄想だからちょっと非現実的なものをちょっとこれからイメージして自分は盛り込んでいこうかなみたいなそのお題に対してね一応今回の一応ちょっと妄想も入ってるかなうんじゃあはい じゃあそれを綺麗に長文で説明してください <laughs> お願いしますなんかマカハドラゲルね <laughs> <laughs> そんなに長文でもないし綺麗じゃないんですけど物 <laughs> 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 は見てほしい物なんだけど見てほしい物月の出って見たことある日の出じゃなくて月の出 多言われてみればそこを意識したことないかもしれない。<laughs> めちゃくちゃ綺麗なんだようん、うん。で、光で考えたときに、前、クリスマスとかちょっとイルミネーションとかから連想して、なんか光がいいなと思って、月の出っていうのがめちゃめちゃ、なんていうのかな、神秘的で幻想的みたいな、めっちゃ綺麗だろうさん、うん。で、これいつ、普通だったら条件が合わないと、絶対、俺も1回か2回ぐらいしか見たことないぐらいだ奥う,うん。 なんて波この水辺が波がない時凪の状態べた凪の状態で月って毎回違うさですよね軌道が。でその時ちょうど暗くなって月が水面から上がってくる軌道の時で雲がない天気がいい条件がめっちゃいっぱいあるんだけどこれが揃った時にだけ見れるんだけど妄想なんでクリスマスのこの日に出てくると。これを 海のもすぐそばのコテージとか借りてでゆっくりクリスマスパーティー的なちょっとゆっくりしてそれを見ながら酒を飲むみたいなあいいねどんな会話するのこのねコテージ借りてこの月が出てくるのを待ってるんでしょどんな会話してんの二人で俺こんなバカップルみたいな会話はしないけどめっちゃ綺麗だねぐらいじゃないなんかねあるじゃなねやっぱね会話の仕方がね この現象のすごさはちょっと説明するかもしれないこれめっちゃ綺麗なんだけど簡単に見れないよみたいなね話をして酒飲んで眠るで終わりで終わりえっとそう選んだ理由ねプレゼントを選んだ理由と場所ちょっとなクリスマス冬感は別にないかもしれないけどね これ本当にでも実際好きな人ができたら見,見せたいなって思うもんだけどあでも昨日じゃないんだなうんで買えるものとかはちょっと面白くないなと思ってその場所でその時にしか見れないものとかだったら面白いかなと思って、うん、選びました。 以上です。一応、まあ、あの、全く考えてないわけじゃないから、これは良しとします。はい、すみません。苦しま切れです。で、一応、なんだろうな、まあ、ね、いつもの恋の妄想だったら。一応は評価してもらってるんで。はい。えっと、われ番組のヒロイン、石坂さんに、一応、まあ、通常通り、えっと、どっちが良かったかっていうのを。ジャッジしてもらいましょうかね。はい。はい。じゃ、あドラムロール。はい。大丈夫ですか。はい。オッケーです。 はいじゃあドラムロール鳴らします、はい、お願いします。先生おおありがとうございます。そうなんだよ <laughs> なんかな一応な俺これ勝ちを狙ったっていうのかどっちかってば笑いに持ってった感があるからね。<laughs> ちょっと競争って言えば店長かなと思ったけどな。までもなんかちょっと勝ちまあ <laughs>、まあ、どっちが。 あのあれだよねちゃんとなんかこのクリスマスっていう行事に合わせて合ってるかっていうとなんかクリスマスでワイワイするのもいいかもしれないけどこう月見ながらゆっくり二人でゆっくりするのもいいかなと思ってそうだねそこですか伊坂さん今回でも観覧車の登場はいいいいなってめっちゃ思って楽しそうですよね一つ目押してみるみたいな時計型ですよね時計型ちょっとあれなんですよ時計型 確かにね日必ず回は見るものかなんか時計をパッて思い浮かんだわけさクリスマスプレゼント本当に好きな人がいた時になんかいないみたいな言い方だけどもしいたら何をあげるって自分で思った時にパッて思いついたのが一応時計だったんよああ今実際あげるとしたらねで時計じゃあクリスマスプレゼント何にしますか時計です っって言たらお前時計をで一応理由も一応それらしい理由を作ってでもなんか時計ってなったらそれ以上話が膨らまないさあこの機能とかは腕時計から連想していって全部つけていったそだそう。だからんかただの時計じゃ芸がない時計の中に何か付け加えられるとしたら俺だったらどんな機能をつけるみたいなのを連想していってしたらやっぱり。 自分を常にそばにいる状態を作ってあげたい。だから、じゃあ、自分の声を。この時計の中に盛り込んでいって、いつでも聞けるような感じ。まあ、それを聞くか聞かないか、彼女しないんだけど、一応、とりあえず、その、ね、あの、あれは作ろうっていうね。そういう感じであれなんだけど。で、何だったっけ。いや石坂さんも感想ですね。でしたね。えっと、で、えっと、一応、二十二分。 なんでえっとちょっと曲一分ぐらい削ってしまってるんですけどどうしましょうかじゃあそのまま喋りましょうか今週もいいですねそうですねじゃあ何について喋るうん何について急にテーマもまた変えるの今プレゼント話してるからプレゼントがいいんじゃないじゃあのあれですねなんかなんだろうなえっとクリスマスのプレゼントってなんだろうな逆に石坂さんが今まで過去で はい、一番なんかクリスマスプレゼントでもらって嬉しかったの<ー>女性目線からだとそうだね。どんどんなのがあります？うん、なんかこれもらったら嬉しかったとか、これ例えばこれもらえたら嬉しいなとかみたいなね。あー、うん、マフラーをアストールーをもらって<ー>はいはいそれは結構愛用してました。お<ー>おそれはもう今は愛用してないんですか？ <laughs> 今ちょっとまだ単純にこのデザインがお気に入りとか単純に機能的に欲しかってもいいしやっぱこの季節に合ってたじゃないですけど、うんうん、やっぱこのちょうど使いたい時期だし、うんうん、で毎回まあ使うし。 センスいいね。なんか女性がなんかね、それを羽織ってるとなんかおしゃれに見えるし、ちょっと品がある女性にもね見えるからね。だからね、いまいち季節感とかも考えてね。ね、俺なんか今収録取ってるけどね、実際半袖二人だから。年中半袖です。小学生じゃないんだから。車の中と室内半袖ですって逆に女性からもらうとしたら何がいいですか。自分も。 石、えー、坂さんとちょっと同じなんですけど、うん、前回話した手編みのマフラー、うん、なん <laughs> で今実際ちょっとある女性の方にそれを作ってほしいって今お願いして作ってもらってるんですけどちょっとそれが楽しみだよいくら払ってるか業者でしょ 待待待っっててんか俺の周りにお金を間に挟まない女性はいないみたいなデザイン自分で考えてこれちゃんとした愛があるマフラーをマフラー欲しでなんかただ俺もマフラー欲しいな今年の冬はって思ってたんだけどただ買ってんかねちょっといいものを買って羽織るよりかはやっぱな誰かの気持ちが入ってるものを羽織ってる方が なんかよりあったかいみたいなね。気持ちは絶対嬉しいからな。嬉しい、い超嬉しい。うん、これやられたらっていうのです。はい。うん、で先生は？あ、そうだ。俺もそういう意味では、うん、前も、うん、これプレゼントで話してたんか。うん、手作りの料理とかケーキとかじゃない。お菓子とか料理とか。はいはい。 手作りでつってたらやっぱそうなるかなーって思うけどね。<laughs> <っ> <laughs> しゃべすぎたな <laughs>。ちょっと時間が時間があのし切っていいですよ。はい。もう切らないとダメですよ。はい。切っていいですよ。はい。